どうも、エルザです。それではダークソウル3やっていきたいと思います。さて、前回ボス倒したんで、ちょっとチャットの方で、情報いただきまして、なんか、ローローさんの近くに、アイテムがあると。なんかね、位牌が置いてあるっていう、隠されてるよっていう話だったんで、それ見に行こっかなー。あれじゃないのかなって一瞬思ったんだけど。あ？アキラね、無限販売になってんのかなぁ。あ、これ？これのこと？アキラだったら、大かき、あ、アキラだったらこれだね。アシュン1。オッケーオッケー。じゃあ。これでオッケーだね。Hello again. I too. I hear if a blessing. Welcome. Very well then. 何あげようかな。ああ、火力伸びるんだ。Farewell, Ashen. よし、行こう。ちゃんとかけら見てなかっただけだね。うん、それだったね。単純にね。仕方ね、仕方ね。また強いんだろうな。この奥だね。これね、使いこなさないといけないのね。さて、カーサス。あー、めちゃくちゃ広そう。どんなの出てくるかな。あー、そういう系。あれ、なんでダークソウル、ダークスか、ソウル手に入んないの？あー、そういうことね。あー、ソウル手に入ったらみたいな感じか。非人。骨には打撃。そうだね。あ、やべ。赤目、赤目、そんな出てくんの？やばい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 。ちょっと待って、ちょっと待って。俺広いところで戦いたい。相打ちか。いやー、面白い。しかも、かけら普通にもらえるんだ。いやー、なんかな、うまいこと後ろ取れればいいなーって感じはするけど、難しいねー。はい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 。見て、何が当たった？やか。あー、いやらしいのいるねー。痛い痛い痛い。しかもしっかり強い。
しまった。ちょっとめんどくさい、このステージ。復活しない?いいのかな?あー、スケルトンステージかー。あ、絶対これ落ちたらダメなやつだ。ん?えい!え、何?仕掛けか。あれだね。めんどくさい。そういう汚い感じになってくるんだね。さあ、ソウルゲット。なんか出てこないかな。またいるじゃん、あいつ。え、赤目そんな出てくんの?なんかよくわかんない。うおー、危ねえ!よし。なんとか倒した。くくり。そんなのがあんの?くくりは武器。あ、いや。投げ系?投げ系だね。重いな、今までつ、いやーなんかできた。無理やり。刃を通すって意味ではいいかもね。んで?隠しというわけか。呪術書。これも渡せば何かもらえるのかな?よし、オッケー。うん。この書類が取れるだけか。回復しといて。いやー、意外とこの武器は正解だったかもしれない。いや、絶対なんかいるでしょ。右に。こっちはいない。こっちいない。あ、みんな消えるね。赤目さん。相手もわかんないのか。いいね。領域展開できそう。怒られる。ふい。おう。足が取れればね。めっちゃかけらくれるじゃん。いやー、だいぶ有能くん、この武器。マジでおすすめしてくれたのはありがとう。めっちゃ楽しい、使ってて。しかもなんだろう、なんかトラップがあるって言われるとさ、そのアンチャーテッドとか僕好きでやってたんだけど、遺跡じゃん、絶対なんか上から降ってくるってあると思うんだよ。あ、これ、もっかいだな。あれ?意外と大丈夫だったね。いないね。あ
べ、これ、俺、どっちから来たっけってなってしまう、これ。あー、そっか、こういうことか。はいはいはい、上ぐるーって回ってきて、あっち行くわけだね。でも、こっちも行けるから、120ってことで一体残ってるね。あーで、地下行ける。あっちも行きたいなー。あれ、これぐるっと回ったもしかして。あー、いて。あ、でもゲットだ。めっちゃあの野郎、しかも行けないんだよな、あそこ。なんか、運営の思惑通りって感じだね。ってなると、ここか。あそこ弓いるんだよな。ちょっと走って抜けようか。あ？ん？なんか、うわ、いった！うわっ！いけ！なんやあれ！あー、びっくりしたー。あー、めっちゃ転がってる。待ち伏せしてたんだね。よし、聞かれてるお前も。ああ、で、壊れた。武士の遺骨。ああ、遺骨来たね。さっきので壊れても大丈夫だと思うから、これ取ってしまって、残り火か。いやー、ぺちゃんこだっと。いやいや、あれ往復するとか思わんやろ、普通。ひどい話やわ、マジで。真ん中は行かないようにしよう。なんか嫌な感じがする。いてててて、いてててて、何何何何。なんか召喚した？ああ、こういう攻撃ができるわけね。さあ倒した。いやらしいなー。あ、お前投げてんのか、それ。ほい、よーし。そう、それがさ、厄介でさ。いて。それは痛い。マジで。どうしよっかな。あー、で、それいいんのか、その中。やばい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 。壊しすぎはダメなんだね。お、指輪か。
あ、これいいね。ああ、これで見えなくなるわけだね。いいね。この間避けれてるかわかんないけどね。いやー、いい感じにね、進んでる。あ、違う、しまっちゃった。これ、なんつった今。わっつったって言ったよね、なぜかね。いいぞ、いいぞ。はい。つけか。かけら。出されてる壺が鍵。あ、これね。これが鍵な。うわー、いやらしいな。いやらしいな、あいつ。あ、あっちからも来た。痛い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 。痛い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 。これでオッケー。とりあえずね。あー、なんかいける方法はあるんだね。援護射撃やっぱ、いっぱいいるじゃん。痛い。いや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 、痛い。しかも切れた今ので。やばいやばい。うわあ、マジかー。うわー、しかもここまで戻んの。つらっ。いやー、あれ回収まではしたいねー、せめてねー。シュワッチって言ってた。いやー、よーし。よーし、戻るぞー。ガン無視して戻るぞー。マジでそんな当たるもん。よし。回収が優先。うーりゃー、うーりゃー。すっ、よーし、いけ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 。で、ここは仕掛けが。こっちか。ああ、戻ってきたー。あ、この距離あんな時間かけてたんだね。なるほど。
やめろマジで後ろやべえな。自分で開けてしまった。片方だけ来てくれると助かるんだけど。いっぱい出てくるな。当たんねえのかい。おお。うますぎるぞ敵さん。逃げろ逃げろ、やってられるかこんなところ。なんか引かれた。しかもなんか落ちてきた。落ちてきた。おい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 。うーん、なんかわかんないけど行く。アイテムだけしっかり。なんか落ちてきた。ナメクジみたいなのが落ちてきた。もうわけわかんない。今どこ行ってるのかわかんない。ネズミ。ちょっと待って。情報多すぎ。ネズミ苦手だな、この武器は。動き的にね。いやー、いいのかな、めっちゃ飛ばしてきたけど。いやー、これ戻るのつらいな。残り B。 あれ、蹴りね。よし、蹴りもちょっとね、使っていかないとね。うわ、いるなー。俺、こっちじゃないよ。あ、一番左から来たよね。あ、やべ。なんかいきなり出てくるとかないよね。あー、よかったー。ちょっと、もうちょい奥行ってみたいな、右奥ね。狭いところでそれは卑怯やわ。ああ、強いね。かけら大量集まるから敵の選び直しというか、ああ回ってくるんだね。そういうのはできそうだね。でもさー、いるかなー。あ、闇。
うわぶでー仕掛けられてたなー。あー、そこ行ける。いるんだよなー。あー、出血系か。あ、強いねー。くっくり手に入るね。よし。炎の奇跡。わ、めっちゃなんかかっこいいの持ってる。妖刀じゃん。落ちて。ああ、よかった。丸薬。ああ、これめっちゃ出てくるんじゃない？ちょっと飲んどいて。あ、こんなもん？こっちはいけそうだけど。ああ。あ、てか、下、なんかあるね。なんかあれだな、最近風たくしてたせいか。あれ、ぶち切れそうな気がするんだけど。ちなみにこっちは？あ、いけないんだ。うわぁ、ボス？もしかして。嘘でしょ。まあでも、行くか。すげえことになってる。あ、嫌だな。この壺で、壺がある状態で戦うとか嫌だな。あれ？でも何も起きないね。あー、杯。あー、なんか出そう。出そうで嫌だな。さすがにやっぱボス無視して先進めるとかそういうことはないよね。ないね。よし、触るしかないな。ねえ。ノコビリピア持っていいとして。まあいっか。これでいこう。さあ、どうなるでしょう。ああ、もしかしてこれがボスなの？引きずられるパターンね。なんであそこ光ってんのかな、嫌だな。どうせ取ろうとしたら出てくんでしょ。出てきたで、ね、ちょちょちょ、いてー。でもさ、パッと見の感じでかいんでしょ。ちょっと腕からそぎ落としする。
よっ、いってー、マジで。あ、ダメージ入ってね。攻撃した後これ、あーこれかー。ちょっと待ってね、ヒット数的にこっちでいこう。あー来るんだね、ザコちゃんがね。ダメージ入んって、えったい。意外とこっちだったわ。一発強いもんね。壊れた。痛い。ちょっとキビちょっとキビね。元気すぎるよね。あー、なんか抜いたね。やばいやばい。なんか引き寄せられる。あの骨くんが超邪魔。じゃあとりあえずあと反対側だね。そう、メリ込んでね。ねえ、あ、いたいた。お、じゃああと残すとこ、終わったー終わったー。え、終わったねえ、こんなんでいいの？マジか。ちなみにこれ先行くと、あー、まだなんか続く感じだね。じゃあちょっと戻って、経験値4万近くあるからね。あー、でもそういうことか。セーブポイントも少なかったし。ねえ。でも、ボス。え、ちょっと待って。前回のファラン君が強すぎて、強すぎて、へってなってるんだけど。これ、でいいんだよね。いいんだよね。あとね、ちょっと今持ってるのが、筋力上げておきたいのよ。24とかにして、
でも技術の方がちょっと火力上がるね。うわー、技術上げとこっか。いやー、で、わー、ちょっと悩むな。火力は確かに上がるね。いやー、でも火力上げないと多分ダメだろうな。一発一発がほんと敵強かったもんね。ちょっと20か。まず体力20にしよっか。生命力も20で、持久も20に揃えてこっち振ろうかね。そういう風にしよっか。それで言うと、このソウルも使っておこう。はいはい。カーサスのこのエンチャー呪術は有効。そうなの？マジで？いや、でもあれだな。そうなると、呪術レベル上げんといかんね。あと装備もね。マジか。これなんかまとめ売りとかできんのかな？よし、これで？あ、でもレベル上げれなさそう。あ、いや、いけた。これで一応体力20にして、そうね、防御力上げて、で、ライフも20、持久力20にして、ヒット回数っていうか攻撃回数と回避、なんだろうね、間を置きたいよね。今体験だしね。で、筋力、技力を上げて、威力感じにしよっか。次回するとき忘れてそうだけど。で、かつ、これだと、64.6 でちょっと割合が良くなったから。装備もね、多分ちょっと重めがいけるんじゃないかな、これで。まあまあまあ、でも今回はここまでにしましょうか。はいはい。まあ、呪術とかのエンチャントの使い方としては、今ちょっとチャット見てるんだけどね。そういうことね。確かに、ファランの体験とか、イルシールもだけど、そうだね。エンチャントってか、属性つけれないから、エンチャントで無理やりつけるしかないのか。あー、なるほどね。だからか。あー。底上げ方法がそれしかないってことか。あー、なるほどね。でも、ボス戦でそういう風にすればいいのか。松ヤニとかもそこに当たるんだね。そうなるとね。あー、じゃあちょっと、そのあたりも、もう一回調べて、必要な能力上げを厳選していこうか、そろそろ。防御力も20に上げて、それなりには強くなってるだろうから、耐えれるだろうし。まあまあちょっと、考えてやっていこう。はい。ということで、動画見てる方はここまでとなります。ということで、ありがとうございました。まあ、ちょっとあっけに取られた部分あるけどね。そうだな。前回が強すぎたんだよね、ボスがね。まあ、だからね、仕方ない。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃ、またねー。